リバウンドを感じるコツとして、まあ、ここ人差し指と親指だけ持って、うん、か真ん中指か親指どっちかで、で、まず、まあ、これでやるんですけど、このまま持ってもらってで片手で上に上げて下ろします。この時跳ね返ってくるの分かりますか、うん、これが跳ね返ってきてる力です。しっかり跳ね返ってるってことは多分右手もあんま力が入らずできてるのでいいことです、ね、うん、はいはいはい、バッチリです。なるほど。じゃあこれ逆の手もやってみますか。逆の手で下ろしてもどう跳ね返す。逆の手なんでできん。これ多分なんでこっちでこう下ろすときに力がこっちが入っちゃうとギュッて詰まっちゃってこっちは持って離すだけでしょ。はい、離すときに力を入れて こっちが握っちゃっとるじゃん。そうなんですよ、こっちが全く握りやすい。じゃあこっちでこれにした方がいい。なるほど。あ、中に方がいいわ。はいはい、これがリバウンドしてるんですね。あとはこれを殺さないようにどうやってやっていくかなんですけど、これは左も難しい。今度はここからバスケのリバウンドみたいな感じでリバウンドさせます。これちょっと私もやりたくていい、しかも難しいんですけど、帰ってくるのに叩く。そうです、帰ってくる時に叩く。手首がそっちの意識になるとだけどこっちは変わらず力は絶対抜いててください。本当にこっちの力、この右、例えば私できるもんだ。おうおうおう、慣れとるよ。この時に絶対にそのスティックを持ってる手は動かさないように、うん、アシストしないように。今できたらもう片方の手で動かんだよね、動いとるかね、ちょっとは。手首は動くかもしれない。腕の方が動かない。あ、腕の方がね、はい、これを意識しながらスティックコントロールにやってもらおう。いかに力を入れんかだよね。そうです、もう結構ドラムは力入りそうでいらないので、うん、はい、なんか力んじゃうとスティックの音もこう硬い感じになっちゃうんですよね。なんでしっかりリバウンドさせてあげると音が綺麗になります。これで力もこうやってグッと打ったりこうやって叩くとカチカチって止まっちゃうんですよ。しっかりリバウンドさせれば、はい、じゃあスティックコントロールの1から4番までで、はい、こちらです。次3番は右右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 
メトロノームに合わせるっていうのが、こっちの見るのに必死すぎて、あの全然抜けるので、全然切れなかったよ。買って、今まで。じゃあ今度はバスドラムを四分音符で入れてみましょうか。四分音符でバスドラム。うん。ドン。まあ、メトロノームと同じタイミングで振るような感じになります、はい。じゃあ一緒にやってみましょう。いきまーす。メトロノームに合ってるっていうの。あ、そうか、メトロノームね。はい、まあ、エクササイズ3番のやつの。タッカートンはキャンディーのリズムで、最後の D、キャンディーの D の部分だけハイタムになります。これが4拍目に入るので、ちょっとビートビート、2の時でもう高くなる。4、2、3、高くなる。こんな感じで。これは無理で。
ったところが、4枚目の2小節目までいけたんですけど、うん、ここも言っちゃえばこれエンディング譜面見なくてももうこれなので、いつものこれでしかないので、これもクラッシュシンバルの関係とか4小節区切りの関係で、繰り返しが全部にはなってないんですけど、言っちゃえば全部繰り返しでやってくれればいいので、うんうんうん、ここは関係ないと思っていただいて、インター4のところは、いつものねこれが、うんですね。で最後のところにタタタドド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 ドなんで曲聴くとおかしくなるのかな。